どうもこんにちは、世界的 VIP 現役です。これね、うちのテレビのリモコンなんですけど、ソニーなんですけども、こうロゴもね消えちゃって見えないんですけど、結構使ってるんですけど、あのね、最近ですね、ボタンの接触が悪くなってきました。どこが悪いかっていうと、この電源ボタンなんですよね。最悪なんですよ、つきにくいの。普通に押してもなかなかつかないし、だから強く押してもう何回も何回もやってると、あ、やっとついたみたいな感じになってきてるんで、そろそろですね、清掃しとかないとなと思いまして、もう全然清掃してないんですよ。だから見ての通りね、すごいね、汚れてるんですよ。ということでね、今日はね、掃除をねやっていきたいと思うんですけども、分解するわけですよ。ここにね、ドライバー用意しましたけど、ちょっとごめんなさい、分解しました。もうこんな感じですね。ネジが2つついてるんですけど、これね、裏電池のところ、ここですね、電池入れるところがあるんだけど、ここ2箇所ネジ止めされてるんですけど、ここをまずネジを外します。そうすると、ここですね、ここなんか切れ目があるので、ここをですね、無理やりガーッとバンバンとね外していくんですよ。そうすると綺麗にこういう風に外れます。はい、ということでこんな感じなんですけどね、なぜだろう、ボタンの裏がベタついてるんですよ。なんかこぼしたかなって全然わかんないんですけど、なんかすごいなんかベタついてる感じなんですよ。全然わかんない。こっちの基板もねベタついてて、あ、これじゃあ接触が悪くなるわけだと、いうことを思っております。で、掃除するんですけど、まあ掃除ね、一般的に掃除といえば洗うのかなと思うんですけども、まあ今回はですね、水だったり洗剤は使いません。というのも、そんなことしてるとものすごい時間がかかるんですよ。要は水ですから、完全に乾かさなきゃいけないわけで、そうなってくるとものすごい時間がかかりますよね。今回短時間でやりたいので、すぐに乾く、こちら無水エタノールですね、おなじみ無水エタノール用意しました。これを使ってね、掃除をしていきます。これですね、まあネットで購入できますし、まあドラッグストアでも売ってあるんで、気軽に手に入ります。おなじみ綿棒を使ってね、こすっていくって感じなんですけども、これなんですけど、まあゴシゴシねこすると傷ついちゃうんで、まあゆっくり軽く拭く感じでやっていきたいと思います。で、こっちのねリモコンのボタンに関してはもう思いっきりやっても何の問題もないでしょう。さて、やっていきます。まずね、リモコンのねベタついてるところに無水エタノールをこういう風につけてやっていきます。はい、とりあえずね、無水エタノールで拭きまして、ある程度ねベタつきは消えましたね。触ってもね問題ない感じになりました。せっかくなんでね、こう表面も汚れてるんで、これもね、無水エタノールで拭き落としていきたいなと思います。あ、ちなみにね、先ほどボタンのね裏をね掃除するとね、こんな感じにめっちゃ汚れてますね。こんな感じになりました。ということで、早速このボタンもね掃除していきたいと思います。で、まあこういう風に細かいところまでねしっかり掃除していきたいと思います。こっちのプラ板の方もね同様に掃除していきます。はい、一応ですね、こういう感じに拭きました。ベタつきはね、完全に消えました。そして続きまして、こっちの基板の方ですね、わかるかな、まずここ電源ボタンなんだけど、明らかになんかベタついてる跡がついてますよね。あとこのボタンの部分とかもベタついてますし、結構ですね、ベタつきが激しいので、こちらもですね拭いていきます。あ、で、先ほどね掃除したね結果こうなりました。すげえ汚れてるなっていう印象ですね。はい、ということで続きまして、基板もね掃除していきます。ゲームの基板を掃除した時にも言ったんですけど、あんまりゴシゴシするんじゃなくて、もう優しくですね、やる感じでやった方がいいですね。一応ですね、ベタついていないところもあるんですけども、そこもですね、せっかくなんで掃除していきたいと思います。あ、すごいですね、ベタつきがあるところ掃除するとこんな汚れが取れました。はい、こんな感じでね全部繰り返していきます。はい、ということでね、まあざっとですけど、無水エタノールで拭きました。見えていたねベタつきはね消えました。そしてベタつきはね汚れと化して消え失せましたよ。はい、ということでね、綺麗になりました。これでですね、まあボタンが反応してくれるかっていうところなんですけど、まあ大丈夫だと思います。ちょっとね、組み立てて、ちょっとテレビのところに行きたいと思います。はい、ということでね、下のね、テレビがね、ある部屋に来ました。まあ2階にもテレビあるんですけど、このリモコンがね、この下のソニーのテレビ専用となっております。ちなみにね、ブルーレイのやつもあるんですけど、これはね、まだ壊れてないので大丈夫です。こんな感じでね、リモコンがあるんですけど、この緑の電源ボタンなんですけど、一生懸命何回押しても反応が悪い。マジでなんかちょっとテレビつけようかなと思った時につかなくてイライラします。それがむちゃくちゃ困るんですよ。ということで、つけていきたいと思います。なるかな？ちょっと軽めに押してみるよ。いきますよ。ぽい。あ、ついた。つきました、つきました。
あ、消えた消えた消えた。で、このリモコンなんですけど、しっかり信号がね、出てるかどうかをちょっと確認したいと思います。まあ、確認する方法はただ簡単なんですけど、カメラに向かって電源ボタンを押すだけ。あ、映ってるね。わかります？ピカ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 って光ってるよね。これですよ、これ。あー、つきました。よかった。はい、というわけでですね、今回やってみたんですけども、リモコンって予期せぬ時にこういったね不具合とかが生じるんですよ。ちょっとテレビを見ようと思った時につかないとすごいイラッてするじゃないですか。で、新しいの買うのもめんどくさいし、はぁってなるわけですよ。そういった時は基板とか見てもらえれば、まあ清掃とかしてね直せる可能性がありますので、ぜひですねチェックしていただきたい。こんな感じでね、リモコンはですね簡単にね分解できます。あとはですね基板をですね、見てもらえれば状態がわかると思いますんで、ぜひですね皆さんやってみてください。はい、というわけで今回はですねソニーのこのテレビリモコンがちょっと接触が悪くなったので、清掃してみました。皆さんね簡単にできると思いますんで、この知識はですねこのリモコンだけじゃなくて他のね、ゲームとかにもね応用できますんで、ぜひ真似してください。お疲れ様でした。